カルデナルカロ県は、チリ中部にある、リベルタドール・ベルナルド・オイギンス州の三つの県のうちの一つである。県とは、ランカグア市。県とはピチレム。県名は、ピチレム生まれで、チリ最初の数奇教である、ホセ・マリアカロ・ロドリゲスにちなむ。1973年7月13日、大統領サルバドール・アジェンでは、カルデナルカロ政府の設立を指示した。この内容は、 同年8月に公に公開された。カルデナルカロ県は、1979年10月3日、軍人のアウグスト・ピノチェトによって設立された。リトゥエチェ、ダイストレージャ、ピチレム、マルチュエパレドネスのコムーナは、もともとコルチャグア県であり、ナビダーもサンアントニオ県だった。県であるカルデナルカロは、第2級行政区画であり、 大統領によって任命される知事が政治を行っている。県は各自治体の市長と議会により政治が行われる6つのコムーナから構成される。以下は国立統計研究所の2002年国勢調査による。ありがとうございます。